と朝はたくさん出ちゃった。でんはい、どうぞ皆さん。はい、漫画って知ってますか？漫画って知ってますよ。美味しいですよね。じゃあみんな好きな漫画あります？俺は黒子のバスケ。あ、俺もいいよ。あ、いいね。クッキングパパ。俺フェアリーテール好きなんだけど、皆さんやっぱ漫画界の王道っていうか頂点、ジャンプっていう、しかもジャンプが出てる作品はもう名作ばかりで、もう今でも続けばもう終わってもう不朽の名作みたいな。で、俺今日思ったんだけど、漫画をさ、他の漫画と合体したらめちゃくちゃ最強な漫画なんじゃねみたいな。ああね、そう、有名な漫画とそれを4つ用意しました今日。それをつなげて読んだらもう神、もうそれだけでも面白いんだよね。やばいね。そう、もう素晴らしくなる、超越した漫画に。そうで、まあ、今日はジャンプ作品を4つ買ってきました。ドラゴンボールで、ナルトです、ワンピースです、遊戯王。ではこちらのね、4個の漫画をね、じゃそれぞれまあ持ってもらって、コマ数を1個適当に開いて、適当に開いて、まあ、それを4周します。そしたら神回ができるんじゃないか、物語ができるんじゃないか、できるんじゃないか、できる。まあ、次やっていきたいと思います。それでは、いきます。では、パッと開いて、いきます。せーの、パッ。で、目に入ったコマで、そう、じゃあ、じゃあ右から行こう。じゃあ、しょうちゃんから行こう。ゆこさん、感情込めます。初めだから、感情込めます。エンジャーとして待ってます。よー、スタート。よ、様子が変だぞ。なんだこの地響きは。それに空も暗い、どうなってんだ。ファンナイへ攻め込め。なんだって。暁の手の者でございます、マリック。しまった。ああ。俺がゴムだから大丈夫だ。うん。パンサーモーリアに攻撃。海軍の邪魔をして、てめえが後でどうなるか分かってんのか。でもどうやって、拳銃をガゼで召喚。ゴー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 。オーズの開いた道を閉ざすな、ワンナへ進め。早く早く。城之内、あんたが目を閉じたらそれが本当の負けなんだよ。ないってだけね。なんかね、もうここなんとなく戦いものだから、アンズなんだもん。まず読んでる時の状況が多いのはつかめない。それでは、しょうちゃんがナルト。で、俺が遊戯王。上ドラゴンボール。では、しょうちゃんお願いします。そうだな、魔法解除な、なにこんな死に方嫌だっちゃうる。ボンボンボン、トランプカード、悪魔の天元、ブワー。大津を踏み越えて進め。こんなことすんなら初めから切れる武器で切った方が早いんじゃないの。これに、それにこれとか、切れる武器に切れるチャクラ流して意味あるの。神のカードも失われた記憶も手に入れなければ、もう一つの僕はずっと僕と一緒にいてくれる。ピッコロさん。さて、運命を、あの次世代の申し子の命、ここまでは、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。俺の攻撃のスピードは暁1の6まで、下手だから当たりゃしねえよ、ほんと。えい、この場で決闘だ、城之内。なかなかやるよい、エースの弟。城之内ってエースの弟だった。じゃあちょっと、じゃあ最後、自分が持ってる缶の名シーンを今からちょっと読んで見つけてもらいましょうか。名シーン。では今、まあ皆さん名場面、まあ、見つけてもらったということで、一人一つずつ、一人一つずつ、まあ言ってもらいましょう。カレリンのことか、助けに来たぞ。多重掛け打ちの術、ブラックモーニング。クソ混じってる。